ましたが、ただいいですか、ちょっとね、お子様なんかもいらっしゃいますので、こういうボケがですね、あんまりあのわーって盛り上がらないからですが、ちょっとここから飛んだり跳ねたりいきましょう。じゃあ、これいきたいと思います。竹馬に乗ったままのハードルジャンプに挑戦です。それでは先生、お願いします。いきましょう。さあ、それではいきましょう。竹馬に乗ったままでのハードルジャンプ、まず一つ目からの挑戦です。
助走助走はい、大家ありがとうございます。ほら、次に走った方向にいらっしゃいます。拍手忘れないようにしてください。では行きましょう。それで3番頑張って。すみません、今まであの竹馬ハードルジャンプ、高3段ハードル左右崩しってやつだったんですけど、次、多分ね、ここにいる誰も想像してなかったと思います。次、もうちょっと、いや、左右崩し、だってこれ、あの多分皆さん分かりづらいと思うんですけど、普通ってミスるときってこうなるじゃないですか。それを、すごいんですよ、途中で一回こっちに蹴る力を入れるときに左右崩しっていう、これは嬉しいな。これね、ちょっとじゃあ次、もう一個だけ難しいのやっちゃいます。特別に、彼今日調子いいんで。次、多分誰も想像してなかったと思いますよ、これ。なんと、この3つを一気に飛びます。びっくりして、声もできない。よしよし。で、ちょっとこの縦3段も一気に飛ぶやつも難しいんで、チャンス2回ください。いい、5、1、いい、肩の力、5、1。よしよしよし。うわ、寒くし、嬉しいな。バビリオン取ってくるな。
やらないですね、やっぱり会社の皆さんの前で公演するようになって、もう8年間、続くタイプで頑張ってるんですけども、8年皆様の前で公演できるのも、今のような温かいご声援、そして、うすうす感じてるだけだと思いますが、皆さんの大人の方、もうちょっと笑顔で聞いてください。すみません、ついていきますね。皆様からのご理解のあるご祝儀のおかげで成り立っております。Halo Brosis, Assalamualaikum. Ininya lagi santai dia. Lagi santai, relax dia nih Brosis. Sekarang Oke dah kalau gitu Brosis ya. Assalamualaikum. ありがとうございます。